よ。どうも皆様、ストーリーテラーの進藤京香です。本日は前回の世界一酸っぱいジャムに引き続き、世界一酸っぱい、間違えた、世界一まずいジャムを食べたいと思います。ピント合ってる？ピント合ってるかな？それはそうと、今私モノマネ練習してからさ、ちょっと聞いてくれる？いくよ。あ、そいつゆよ、つゆちゃんと呼んで。ちょ、まだね、下手なのよ。ちょ、もうちょっと練習するです。とんだ茶番でございました。申し訳ございません。これはですね、ベジマイトというジャムでございます。オーストラリア産ジャムですね。じゃあちょっと揚げてみたいと思います。それではまず匂いを嗅ぎたいと思います。オープンザクソマジよし、いやす。オッケーです。それではちょっとパンを1枚焼いていきますので、少々お待ちください。ちょっと待っててくださいね。手で今帰りました。それでは塗りたぐっていきたいと思います。ナイフ。見た目はチョコ、匂いはやばいやつ、タララララランダラ。それでは食べていきたいと思います。実食。涙に前が見えません。まずい。